はい、皆さんこんにちは、ゲーミーズライブです。はい、皆さんこんにちは、ゲーミーズショーです。はい、ということでちょっとね、はい、一時やってきてませんでしたけど、うん、再びねちょっとイベントクエ考察、新イベント来たんでやっていこうかなと思います。で、まあ、うん、画面は、はい、モンスター図鑑ね見ながら、あとこっちのパソコンの方でね、うんうん、ゲーミーズのサイト見ながらちょっと考察していこうかなと思います、うん、で、まず降臨の方ね、はい、先にちょっとね今回から紹介しようかなと思います、うんうん、割と性能がいいですね。そう、はい、じゃあもうちょっとまだクエスト先ないですけど、うん、はい、小雪いいですね。はい、で進化、はい、行きました。まあ、月球玉ですね、うん、の水属性、反射ゲージで魔人キラー M の獣キラー M が素浴びで、ゲージアンチブロック、で、まあ、ガイドと12ターンランダー、うんうん、で友情が調教反射拡散弾 EL3、 はい、はい、行きました。完全にアルカディアの運枠ですね。うん、これいいんじゃないかな、はい、かなりいいと思います。ですね、で魔人キラー M、うん、あのヒューリート、うん、ニフリートですね。で獣キラーがあのバッファロー、あのそうちょバッファローって言うんですよね、あのね、はい、オレンジ オレンジのなんかそうそうそう、ジンギスカンみたいなと勝手に思ってたけど、はい、あれに刺さると、はい、そうね、はい、結論から言うと、うん、まあ、攻撃力が2万7000からここから、ね、2倍のバフがかかるん で、うん、でそれで12ターンランダで、おそらくそのバッファローもイフリートもワンパンで落とせるんじゃないかなと、うん、なんでハマんないでイフリートとか、バッファローの処理がね行えるんじゃないかなと。使い勝手良さそうだね、うん、でまあ確かに、でガイドついてるからね、普通にカンカンの時もね、うん、運極にして運枠で使うっていうガイドだから、他のガチャ系のガイドよりは出やすいと思うんで、うんうん、使いやすいのかなと思います。でここだ、まあね、うん、加速が基本出せばあるから、うん、パワー型のおっさんはそんな気になんないし、ね、そうですね、はい、ただまあちょっと懸念なところが、うん、これ僕のあれなんですけど、うん、やっぱガチャ枠にウルズを使うんですよ、うんうんうん、でウルズオズで運枠2でいつも僕やってるんですけど、うん、運枠の方も遅くなっちゃったりするとちょっとオズ必須感出てきちゃうんですよね。ああ、なるほど。ウルズと小雪を使うってなると、はいはい、パワー型2体いるんで、ウルズ2体とか3体とか積んだら分かると思うんですけど、うん、ちょっとねダウン受けて床が起動してないっていう状況になったらもう負け角の状況になっちゃうんですよ。だるい時あるね。そうなんでちょっと加速と組み合わせたいかなっていうのと、うん、もしくはウルズの部分アテナにしたりとかで、はい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 、パワー型1本に絞るとか2本、最低でも2本に絞るとかした時の運枠なのかなっていうイメージ、うん、あと大号令とか入れる人もいるじゃないですか、うん、オーライだったりとか、うん、でそういう人は雑魚処理別にランドで落としてくんなくてもいいんですよ。まとめて、ね、はい、コーラがやってくれるんで、うん、なんでいらないってなるかもしれない、うん、で僕これと芝居どっち使うって言ったらもう分かんないんですよね。これ確かに、うん、まあ芝居が確かにね現状いるもんね、うん、アルカディアうまくって、ね、複数うまくって言ったら芝居になっちゃうかもしれないですね、この子2体使えるのかな、オズいたら分かんないですけど。確かにこれランダでさ最終マップ2体いて2本落としてくれって言ったら割とでかいですよね、確率ね。そうだよね、うん、ただねランダもね結局最初の配置で打ってるとこ来ますよ。確かにそう、どこのやつも好きに倒せるってわけじゃないんですよ、うん、そうね、だからねなんだかんだね、結局芝居だったりバタフライだったりを使うのかなっていう、芝居の方が、うんうん、便利かも、便利ってか、そうですね、なん自局あってね動ける SS だからね、うん、そこなんだよね。でバタフライも身についてないなら絶対攻撃の方がいいかもしれないですね、うん、キラーあるかないかぐらいの差なんでね。あとまあパワー型どれぐらい自分で使いやすいと思ってるかですよね、うん、これは確かにね、うん、今バランスが運枠として結構今アルカディアの、ね、うん、適正ランキング見ても、うん、入ってるんで、そうですね、パワーウルズとか、ね、そうね、ガチャゲンの方ではそっちが、うん、パワー型がね多め、多めって言っても、あ、まあウルズか、うん、ぐらいだかですね。あともうちょっとねアルカディアの走行を壊しやすい友情にしてほしかったっす。あ、うん、これが短距離拡散だとかだったらまだよかったのかな、うん、ね、ウルズオズの弱点はウルズオズでいると友情で倒してくんないんですよ、うん、走行をランスロットとかね、うん、芝居とかもランスロットは大丈夫なんですけど、うん、芝居とかもそうだし、アテナ、アテナとかねなっちゃうもんね、 それ簡単に倒せるんですけど、うん、これがねもうちょっとなんか艦砲とか、そう、ね、ちっちゃくても威力があれだったらよかったんですけど、今そうだね、うん、反射拡散弾結構ね今弱友情だよね、言って状況になっても、ね、うん、これは貫通とかしたらまた話は違うんですよ ね、 確かにね、うん、はい、はい、この時進化ですね。でもいいですよね、かなり、ね、でもこれから運枠にするなんかね、で絵がねこのぷよぷよの絵結構人気でしょこれ多分これぷよぷよ今回でもね多分、はい、あ確かに、うん、このまあこれから紹介するけどなんだっけヤマンバとか、うん、猫股に比べたら急にポップだしね確かに急にぷよぷよするし、ね、うん、
雪女で、あ、雪女でね、うん、雪女がモチーフになって、次神か、はい、うん、貫通ゲージ、アンチワープのゲージアンチブロック、うん、でガイドで SS が21ターンの、弱点特攻ですね、うん、で友情がバーティカルレーザー L のサブ大爆発、うん、はい、こっちの方がいいのかな、気持ち作るとしたらこっち作りますけど、うん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 、このアフレダスノンノアルファ感、うん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 、てか本当てか、うん、あれもこれなんて言うんだよ、なんとかモービル、うん、スノーモービルだっけ、スノーモービル、確かに、あの雪走るやつ、ノンノアルファも波のやつですよね、なんかノービル乗ってたよね、で水属性貫通弱点特攻じゃないですか、あ、本当だ、そうだからノンノアルファ感一番最初に思いましたこれ、うん、ノンノアルファじゃん、まあ、こいつはあいつには及ばないけど、はいはいはい、まあ、イザナミカイ、うん、とかカインで使えそうだね、まあ多分一番はイザナミカイでしょうね、うん、これ多分イザナミカイの適正枠として、まあそうね、普通にキャラがいない人向けの運枠として別に運用する必要もない、イザナミカイに関しては ね、ないから一体取ってさ、うん、普通に連れてっていけるんじゃないかな、いや水のねアンチワーブブロックでスピードがまあ300超えててガイドがついてるっていうのはもうこれだけで結構大きい、うん、爆発もいいね、サブでついてんだったら別にレーザーあれだし、うん、それだけでも十分ですね、で弱点特攻もおそらくその貴族性の方のワンパン乗るんじゃないかな、貴族性雑魚が弱点取っても水だとワンパンできないけど、それをカバーするって部分プラスボスにも火力出せますよと、はいはいはい、いいですね、かなりね、今ルディとかその辺しかいないですもんね、で氷のとスカーとかじゃないですか、そうなんでかなりイザナミカイちょっと見せるかな、イザナミカイ割といい気がする、うん、あ、まあそもそもイザナミカイの方は、うん、ランキングがもう別にうまくいらないからね、あ、ランキングはそ う、ね、そう ないけど、うまくはもうそうね、あ、もうでも現にも攻撃入ってるね、うん、こっちでイザナミこっちの方は絶対、うん、イザナミカイ集めない、うん、でもこれ 5体の5種類の友情取ったらもう用ないからね、確かに、まあそしたらまあカインとかでね、はい、うまくで使うとなかなかいいんじゃないかな、あ、カインか、はい、まあ、攻撃はこんぐらいかな、うん、まあそうですね、でもワープブロック貫通の運枠って結構優秀だから取っといた方がいいと思います、うん、絶対グネビアとかぶるし、ね、増えてきてるからな、うん、ブロックでワープ出るの、うん、はい、はい、次、まあ、猫またもうこれ来てますけど、はい、アンチウィンドアンチブロックのクリティカル反射、はい、でターンが26ターンの、ゴーレ、ゴーレ、はい、で爆発友情超爆発、うん、これはこれ使わないでしょ、これはまあ使わだって大きいでしょ、うん、貴族別に無理になんか、うん、パッと見て号令が強えってなるんですけど、逆にそれ以外なんもないですよ、うん、まあもなんか桃太郎のアンチウィンドアンチブロック版だよね完全なんか、あ、確かにイメージそうですね、そうですね、パワー型でね、神化の方か、ゴーレの倍率がちょっとまだ調べられてないんで、そのはっきり弱いって言い切れはしないんですけど、うん、なんかゴーレ要因で連れてくるわけじゃないかなっていう、確かになんかあるかな、ウィンドブロックとどっか書いてあるかな、あれに似てるよね、あーでも緑色のやつ、ラクロスの、ラクロスなのか分かんないけど、一応うちのサイトだと月読みゼロにまあなくはない、いけなくはないみたいな感じだけど、まあいらないですね、ウェッツそうだよね、うん、いらないです、ね、わざわざ作ってまで、うん、つくゼロ連れてく、だって、うん、だって絶対キーがいいからね、キーがいるからな、それかも、あと重力ブロックのね、のあのノッコとか、うん、ノッコ嫌うけるけど、まあ、その辺がね、いいんじゃないかなと思うけどね、猫又だから特に、でも昨日ねライブ見てもらった方だったら分かると思うんですけど、うん、クエストが回りやすいから、ね、単純にまあそのメダル集めとか、メダル集めかなり優秀って言ってましたね、でそれで作るみたいな、うん、そっち目的、まあ、できちゃう、できちゃう、そうね、うん、できちゃう方だね、イラスト可愛い、イラスト好きな人多かったですね、うん、めっちゃ、まあ、猫だから、猫っつっても絶対じゃん猫は結構メタボってますけど、そうはい、で次、はい、4番ヤマンバ、うん、アンチウィンドアンチダメージオール、うん、で反射ゲージ魔族友情コンボクリティカルの、まあ、先友情言うけど斬撃攻撃型でターン21ターンの自強化と、うん、美破壊、これ結構いいでしょうって思ってんだけど、うん、僕これですか、うん、反射の攻撃ゆっくり斬撃自強化もそうですけどね、普通にあれですよね、友情強いですよね、友情強い、運極でのゆっくりだからあれだけど、まあちょっと運要素はあるけど、てか元々の斬撃能力がめっちゃ高いからね、うん、普通に砲台としては使えるかもしれないですけど、
ちょっと上位互換いすぎるかなっていうイメージもありますけどね。まあそもそものね、うん、確かに貴族船のアンダメってところでの終わるね、うん、貴族船アンダメ反射すからね、まあ、クシナガがいるっていうね。そうで別にどっか行けるかっていうと、うんうん、行けないんですよ。その他の適正運悪適正上位取って変わるかっていうと、はい、っていうところもないけど、うん、なんかスペック引かれるんだよね、うん、あなんか友情とかのがいいですよね。結構ね毘沙門天とかは使えるのかな。あー確かに毘沙門天使ってみたい、うん、これ貫通にしてくればねちょっと宝来いけるかもしれないみたいな。確かにねこれ貫通だったら、うん、貫通でもうちょいさ軽い18ターンぐらいの自強化ぐらいとかだったらなんかまたちょっと面白かったですよね。でも21ターンだからちょっと倍率高いのかな。うん、うん、自強化っすよね。うんまあ美破壊だからじゃないですかっていうかな。ダイアップだから割とな気がしますけどね、うん、いやでもね、うん、僕結構まあこれも知らない人が多いかもしれないですけど、うん、スイカ頭の斬撃の方よく使うんですよ。あの曜日クエとか女神竜とかで、うんでスイカ頭は砲撃型じゃないんですけど有効についてて、うん、まあ強い斬撃い、ね、もうねそれが弱点に入ってたら、まあ、持ってくほとんどもうね、うん、持ってってくれるぐらい強いんで、うん、これはさらにだから期待できるね。やっぱ有効的はやばいですよね、うん、だ結構なんか好きだけどね、うん、なんかうまいっすよね。これでアビリティが良かったら割と壊れるのが気になったじゃないですか。ウィンドダメージオールで使えるとこはあれだったので、うん、これは重力とかだったら結構ね、まあ、無理やりなんか使えるイメージあったけど、重力そうね今、うん、水そうね。クシナダもめっちゃ使う場所少なくなってきたじゃないですか。それと被ってるってことは多分これ使わないんですよ。そこなんだよね今でそれこそもう本当クシナダが初期に入った段階です、うん、ね。確かに言いづらさはあるけれども、うん、まあでもウィンドウは期待できるかもしれないですよね。そうね、うん、動かない方も完全にね配置でしやすいから ね最近も多いし、うん、あと美破壊も意外と使える時あったりするから、うん、はまんないとは言い切れないですね、うん、このあとなんか来る可能性はある。いやなんか使い通しいけど、うんうん、うんって分あるけどでも好き、うん、ヤマンバ絵がやばい。絵いいよね結構。えマジですか。あでもなんかもっとね、うん、グロックしてもいいんじゃないかな。なんかねヤマンバってなんかそういうイメージあるから。そうそうそう、僕もよく日本昔話で、うん、だいたいやっぱヤマンバのテーマの話ってむっちゃ多いんですよ。あグロそう。そう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 、やっぱねなんかだからどっちかっていうとこのね進化前とかのが好きだね。ああなんかぽい、そう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 、こういう人がなんかやばい人になるみたいな。そう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 、なんかもっとだからなんか日本昔話チックなイラストにしてほしかった。なんかもっと素朴な、うん、なんかねそういう感じの、はい、これ好きな、はい、で、まあ、こいつはこまめ洗いじゃなくて小豆洗い、うんはい、まあ、こいつはそれこそ、うん、猫股で結構使えるの、うん、猫股のね、うん、あの星5枠として昨日使いますよ、まあ、昨日1回も多分入ってきないよね、入ってきなかったと思うけど、こいつ取って猫股行けばね、うん、割りかしいいと思うね。現実キャラも乗るし洗濯機の CM みたいな本当だ、はい、まあ現時期は M のアンチャープの12ターンなんだ、うん、で、ワンウェイレーザーエルと、はいはい、あロックオンだね。ロックオンですね、はいはいはい、なかなか普通に、はい、しゃべんだ、しゃべるしゃべんだ。じゃあ次、はい、ガチャいきましょう。まず、竹中半兵衛、はいはい、来ました。進化アンチ6バリアのアンチユニットスワビ、うん、で反射のユークリの次元山、うん、覚え方で SS が触れた仲間を言っていいかスピードアップですね、まあ、スピードアップブースト、うん、はいはい、まあ磁力ウィンドウっすね、うん、どうこいつ。いや俺こいつこいつめっちゃ外れだと思ったんですよ最初、うん、あのモンスターズの中でカタログスペック言った時に、うん、あのステータス次第っていうのと、うん、あと俺その時ユークリも出てなかったのかな。出てなかった、出てなかったんですよ、ね、ったで次元山といえど攻撃次元山といえどまあ重力ウィンドでわざわざ次元山使うかなっていうイメージがあったんですよ、うん、で比叡の強さは魔族キラーがあるから次元山が強かったわけで、うん、これなんかちょっと微妙かなって思ったんですけど、うん、こうなんなら別ですね、うん、ゆっくりついて捨てがここまでもらえるなら、うん、ちょっと使える捨て高いじゃない、まあ、ただそのスピードがちょっとやっぱ低いんで、うん、結局この攻撃力持ち腐されるんですよね。まあ、うん、パワー型ほどパワー型ってことでもないけど、ないけどまあやっぱね違う、高くはないからね。で結局その SS もこの攻撃力活かせるやつじゃないんで、
これは自供家とかになったら別ですけど、確かに、うん、完全関係、まあ、関係ないもんね、当たり行かなきゃいけないからね、捨てがいいだけじゃダメなんですよね、うん、SS が本当残念なんだよな、そうだから、ね、やっぱ改めて見ても思うけど、ちょっともったいないですね、もったいないよね、うん、本当もったいないですね、そこがまだなんか違うんだったら、うん、結構機能やっぱアンチ重力多いじゃん、もう、うん、そもそも多いからそこで差別化できたのかなっていう部分はあるけど、そうですね、ただウィンドウがあって砲台型っていうので、そのレーザーバリアが出たって時との砲台役とかでは選ばれるかもしれないですね、うん、でもなんかそう それで、うん、やばくねみたいな なんかなるのがありそうだな、ロビンとかとまた違った味出せますからね、次元山ってね、あの遠くの敵も確実打ち抜きですからね、それこそロビンと組み合わせても強いかもしれないからな、そうそう、スピードアップさせた後とか、いやでもこいつはちょっと複数欲しい、確かに2体欲しいで、うん、なんか複数欲しいですね、言うなれば次元山ってさ、なんか一番遠くに一番ヒットポイントが低い敵がいると、その直線上全部ダメージ当たるじゃないですか、うん、まあ、あれが強すぎる、あれ強いね、そうだからあれ複数いたらもうやばいことになるんで、うん、こいつは使ったら強いって思いそうな感じ、うん、すげーあれだな、ね、出てまで出てまで、うん、出てまで選ばれるまでが難しそうですね、うん、それそうですね、はい、次神か、貫通ゲージですね、うん、で現状機械のアンチ重力バリア、はい、こっちも友情コムクリティカルの、次元山と短距離格差、はい、でターンが発端の SS の、自強化プラスブロック無効化ですね、でパワー型、はい、まあ、これは多分こういう機じゃないか、そうそう、まだこういう機はね来てないけど、うん、ぽいよね、ぽいよね、ぽい、うん、こういう機、うん、これはこういう機でしょ、うん、ってことはもう小雪さ、これおそらくエルイック兄弟接待だよね、進化、はいはい、確かに、うん、でしかもなんか小雪は剣の倍率が、うん、あ20倍とかなんか20倍とかに なっててから、そこでさらにエルとかでのあれで超なんかそういうもう本当超攻撃特化ゲーみたいな感じになるんじゃないかな、うん、で結構ブロックが邪魔でボスに火力出せなくてブロックあで往復するみたいな感じなんじゃないかな、貼ったんだし、そう、しかもこれスピードも上がるんですよね、 そこまで読め、確かに発したにせずしかも小雪とか、うん、これでもでも小雪以外にも幻獣ね、これ乗るんだったら幻獣に対しては結構強いよね、エルでアンチ力もいけるんだったら、キラーエル重力の貫通って結構貴重っすよね、そうだよね、うん、これ結構貴重っすよね、確かにこれだいぶ普通さ、うん、あんままあ EL 以上はあんまアンチャビリティつかないけど、エル、うん、でもアンチ力ついてんだったらわりかしキラーの特化系では優遇されてる方だと思うけどね、そうキラー L と EL ってやっぱ腐らないですよね、うん、どっかしらでやっぱ吹っ飛んだから別に小雪だけじゃなくても、うん、なんか幻獣ボスでいけるところであれば活躍はできるんじゃないかな、うん、ただまあ跳爆に関しては別にって感じ、うん、半兵衛跳爆とかではちょっと間違ってきますけど、アンチ力、うん、そうだよね、まあその進化の方だったらあのケロンと一緒なんでアビリティが、うん、あるかもしれないですけどね、うん、どっかで一緒に接待受けるっていうのは、こっちが接待受けるってことは多分まあないんじゃないかな、そうだよな、うんうん、今回の小雪ぐらいじゃないですかね、ただ幻獣キラーってのはね制限雑魚にも効いてきますから、ね、そこなんだよね、そう制限ゲーが来たら割とあるかもしれないけど ねだってそれこそクシノワゼロの生肩みたいになんかさすが13回みたいに臨通枠みたいなある、確かに臨通枠的なのはあるかもしれないですけどね、うん、でも L は本当だからそういうね、うん、使い道はあるんで、うん、特に幻獣キラー最高ですね、うん、まあハンベイをとりあえずハンベイ、はい、ハンベイいいっすね、こう見るとね、そうこう見るとだからいいんだよね、うん、はい次君が当てたモイラン丸、ラン丸進化反射ゲージですね、アンチワープ弱点キラースワビのアンチブロックゲージ、うん、でシールドで SS が来ました、はい、20ターンのあの月読みゼロと一緒のラクラ SS、 まあ強い、うん、でバラージショットガン来ました、てかね、これはもうねもう文句ない目玉だと思う、これ強いっすよ本当に、これなアンチアップアンチブロック、うん、これよかったっす、あのやっぱねバラージショットガン強い、アバージャーってかそうだよね、うん、バラージショットガン強いっすわこれ本当に、ニルバーナねしか今まで持ってなかったけど、うん、でワープロック逆転キラーっていうのもいいし、うん、でイラストも多分結構好きな人多い、うん、イラストあんま僕好きじゃないね、うん、やっぱ、うん、いや結構ねなんかでもねそうそうそうイラスト好きすぎて狙ってますとかの人いるし、ね、うん、でまあ文句ない SS、うん、こいつもイザナギゼロとかで確かに強そうな、月読みゼロイザナギゼロ、ナギゼロか結構、うん、火力要因として全然てかやっぱもう SS が、うん、段違いで強いから、ね、こいつっていうかもうこの SS が
結構その処理強すぎなんだよね、うん、でこれ弱点だよ、これ弱点に嫌うんだよ乗るからおかしいだろ、まあ、あれ結構ランダムではあるけど、うん、あでも SS の雷が落ちた時に弱点キラーが乗るか乗らないかの検証俺まだしてないっすわ。まあ多分乗ると思うけどね、さすがにね、スワビキラーだから、ね、あでもあれだ、ツクヨミゼロの妖精キラー乗るか乗るわ多分。うん、いやおかしいっすね。でバラージもちなみに弱点ヒット乗りますからね、キラー。そうだよね、うん、近距離で弱点とか取ったらやばいっすよ。結構なんか、あなんかそれすげえ、今それ聞いてすげえ欲しくなった、ね、ランマラ強いっすよ、やっぱマジランマラ完全に好きじゃないけどランマラは性能がいいっす、ね、うん、はい、ね、はい、いやランマラ、はい、ちょっとコイルが低めなのかな、最近にすると24か25ぐらいなのかな、まあ、その辺でなんかバランス取ってきてんだろうね、うん、はい、で神化、はい、いきました。反射ゲージでアジンキラーマゾキラーでゲージランチアップでシールドで12ターンの、貫通タイプに変化してオーランチですね、うん、はい、で友情が気弾と爆発、うん、はいはいはい、俺ねこっちにするんですよ。あマジ多分ランマル今1体なんで、うん、多分こっちにするんですけど、俺これ好きです、めっちゃこれね。貫通変化オーランチがねいいなって、貫通になるのがいいね。そうです、貫通変化なんですよね、これどっちも使えるし、貫通で12ターンだもんな、うん、で気弾爆発じゃないですか、うん、で気弾キラー乗るんですよ。だから気弾さ、そうしかも属性乗ったらこれ割とっすよ、めっちゃ30、うん、まあ超えるっしょ、うん、ね超えるかな、ギリ超えないぐらい、有月ついたら100超えますね多分、確率にやってくれるよね。強いってもこれさ、もう完全10米でしょ格好。10あってか10米から持ってきてるでしょ。本当10米だね。これ10米から持ってきてると思います。何丸いいね。これこっちの絵は好きなんですよね。あでも進化よりかは自分もこっちの絵好き。こっちの絵好き、すごいかっこいい。うん、あのね銃系の武器に、はいはいはい、あの先っぽに剣がついてるのセコい、うん、かっこいい。あ、うん、あ。あ。確かに、うん、なんかそういう武器好きな人おり、うん、いっぱいいるよう、ね、に、ね、ガンブレードって言うんだっけ、呼び方いろいろありますよね、ガンブレードとかね、はい、こいつもイザナギゼロで使いたい、はい、あー面白いですね、確かに普通に強そう、うん、確かに俺もそんななんかどこで使えるとかそういうのはあんま見てなかったですけど、うん、普通になんか使ってて面白そうだなっていう、うん、まあそんな12ターン、うん、まあ、まあ他の戦いぐらい早いから、うん、そこそこね魔法陣とかも結構、うんうん、やり過ごせそうだし、うん、でもアジン魔族ってのがいい、ねね、本当に気弾で確実に鬼やってくれそうだし、そうなんですよ、だからアジン魔族で雑魚で絶対、ね、ほぼほぼ一発で落とせたり、割と刺さってくると思う、5割は絶対持ってきそうだから、うん、HP 割とね意味わかんないところで刺さってくるんじゃないかな、あ、まあ、確かに意味わかんないところで刺さってくる今後のすげえわかるそう意味わかんないところで刺さってくるあ、でも無理して引くかって言われたら引かなくていい、あ、なるほど、ね、うん、こいつは。じゃあラスト、はい、はい、超速阿部元地下、はい、進化貫通ゲージで、はい、マイスイーパー M 南中ウィンドウスワビでゲージ底力で SS 短縮、はい、で、クリティカル持ちでターンが16ターンのランダ回復ですね、はいはいはい、で友情が防御アップ、うん、はい、まあエルドラドでしょうね、うん、うん、まあ、正直ですよ、まあエルドラドですよね、あの多分向けて作られてる、エルドラドだよね、エルドラド向けて作られてると思うんですけど、使うとこで、あの紫知識部持ってる人、うん、もしくはその1体フレンドでいつも使ってもらってる人は多分マジみじんもいらないと思います、うん、これ、うん、ただまあランダフットワシのヒットポイント回復なんで確実に雑魚落とせて、あれなのかな、ヒットポイントも回復できる、うん、キューバはしのげそうだけど、うん、でもそうね、キューバができないからね知識部いれば、そうなんだよね、うん、ピンチにならない、でしかもね、そこ そのピンチにならないっていうのが底力と相性あんま良くないよね、うん、結局 ね、まあ、まあギリギリになったら、まあ、底力 あのもう一個倍率がもらえるところなんで、うん、結局多分 1.5 倍じゃないですか、そこで M 拾って、うん、吹っ飛ばしたらパワープルになってクリティカルも出たら強い、強い理想値が強い高いキャラでは、条件が揃えば、うん、でもパワー型じゃないじゃないですか、バランスまたもらえる恩恵違うし、ウォールのね倍率は変わってくるから、いるかって言われたらいらない、でも強いかエルドロドで使えるか使えないかって言われたら使える、うん、防御アップもな、確かに攻撃アップじゃないんだもんな、うん、いやないっすね、防御アップあったらいいってシーンは多いですけどね、かなり、うん、だ防御アップはあれですよね、ダウンされた後にすぐ塗り替えられるんですよね、うん、おそらくねアップでね、
なんか順番に出してきてるうちのワンパンチ目みたいな感じですよね適正をなんか徐々に出してるけど使えますみたいなやつだね、まだワンパン目ですよね。でも最初に5パンぐらいのやつが出てるんで紫式部っていう、確かにな、だからしばらくあれは超えないんじゃないかな式部は。なんかもう他のとこでも別にな、うん、底力必須、短縮必須、リミット必須感はない、うん、まあ、短縮でランダ早く打てるぐらいかな、うん、もう本当にメリットはそんな使えんのかな。あのコースを弾くのが苦手で雑魚処理がなかなかできないって人はこの高速ランダは割と使い勝手いいかもしれないね。はい、神がいきます。はい、神か貫通ゲージですね、はい、で飛行カウンターキラーのゲージ底力ダッシュでクリティカルで、16ターンの SS 特攻、うん、はい、で友情コンボが攻撃力とこれが扇形拡散弾中、はいはい、これちょっとなめらんないですよね、うん、こっちこいつはいいです方が、うん、なんかとことんもう火力に、火力っていうか殴り特化して、うんうん、結構強いんじゃないかなと思って、うん、カウンターキャラと底力で 2.25 倍、うん、上限重なればね倍率乗るん でパワーアップ弱点特攻クリティカルなんで、うん、全部条件重なった時の火力が高いですね。ただね、ちょっともったいないのがね、やっぱカウンターキラーが素浴びにあるくせに友情が弱いっていうのがね、友情な、まあ、ちょっとね、あれですよね、これまあこれは逆になったら結構あれだけど多分ありそうですけどね、まあサブしかないですからね、多分 ね、でもねやっぱね最近気づいたんですけど、うん、底力嫌いっす本当にいやこれねいらないでしょこのアビリティ、おまけでしょこれ底力、まあ自分ケット、まあまだケット C しかついてないよね、うん、そうケット C しかついてない、ケット C しかついてないからあれだけど、いやね難しすぎる本当に、ステージ以降で最初から火力出せないし、でヒットポイントが減ってピンチって時にケット C の番じゃなきゃいけないじゃないですか、それそうで、だから超速壁の時も超速壁のターンじゃなきゃいけない、しかもそれこそね、うん、ハート次取らないといけない場面とかになったらまた意味ないし、うん、そこから発動できるってなっても、そこ時から発動しなきゃいけないヒットポイントだったらハート取るから、確かに難しいね。そうなんですよ、俺もね結構ケットシー好きで使ってたんですけど一時期、2体目欲しいって言っておったぐらいじゃないですか、 あのねそこ時から考慮した立ち回りができないですね。あのアボロンとかのコンボもう無理、うん、あれ無理ですね、理想論ですね。だったらあれか、なんか、うん、治癒の祈りみたいにしてさ、はい、発動したらとりあえず抜けれるみたいなマジ強いのに知ってもよかったのかもしれないけど、それかあの底力ね、確かにそのターンは継続してほしかったハートって、ああはいはい確かに確かに、ハートって次のターンから底力切れるとかあったらいいんですけど、うん、何ターンは使えないけどみたいな、ね、そう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 、確かに、ね、一回ピンチになって自分のターン来たら何ターン継続してもするんだったらいいかも、ね、だからねさっきも進化の時にも言ったけど、うん、ちょっとほんとね机上の空論もうほんと理想、うん、期待値が高いけど、うん、そうなった時にその状況にやっぱなりづらい、うん、なんすよね、非常に。それがなんか詰め込まれたキャラですね、うん、なんか最近出た新しいアビリティ全部つけといてやろうみたいな感じがね、うん、否めないだしね、うん、でも強いキラー貫通でね、しかもなんか、うん、あれだね、あれダッシュってパワー型以外にまだついたっけ。いや全然いますよ、いるか、あの光がスピードバッター、あそうだそうだ、じゃあこいつ速そうだな貫通で、こいつ速いですね、割と速いですね、すごい、なんでキラーとは相性いいんですけど、うん、まあ、よくよく目を凝らしてみると地雷しか対応してないっていう、うん、なんか尊っぽい尊っぽさもある、うん、そう確かに最近はそういうのでカウンターキラーつく、こいつもなんかよくわかんないところでハマってきそうですよねそれ、うん、エルドラドいけると思いきや弱点特攻だし、そうなんだよねそう飛行だしね、しかも、まあ、もう飛行いらんからね、拾わ、うん、確かに拾わないこと、絶対入れるとしたら1枠じゃないですか飛行って、ワールドの遅延も式部のせいで意味なくなったし、意味なくなったって言い方は良くないかもしれないけど、もういらなくなったし、貫通ゲージ、うん、貫通ゲージ、まあ嫌いでしょう、またこれも無理して引くキャラじゃないのかなっていうイメージがあります、うんうん、はい、なんかでもそこのロマンがある、そうですね、ロマンがあるから、このそこが理想が高いキャラいいですよね、そう、あルビー俺好きなんで、ああはいはいはい、弱点特攻クリティカルのマインスイーパー、あれがすごい好きなの。弱点特攻クリティカルはまあ前から言ったけど、やばい、好きなんですね、やばいもん、ね、それ全重なり見たいよね。そう、あ全重なりはやばい、全重なりだったら、はい、うん、あのね、そこで終わったりもあるじゃん。いやもう本当、もしかしたらクシゼロなんかで、なんかの時にあったな。あとクシゼロとキトキ、はいはいはい、ね、しょっちゅうあった、あのルビー進化厳選した時に、なんか打ったらボスやがったみたいなのもあった、たまに。
おかしい倍率になるからな、うん、はい、はい、というわけなんでね、まあ今ね、はい、あれしましたけど、まあ、ガチャはだから無理に今回は狙いに行く必要はないって言っていいよね、はい、確かに。なんかをぶつぎ込んで狙うなら絶対東爆殿とかで紫式部狙った方がいいと思う、うん、ドラドね行こうと知れたそうだし、うん、半兵衛に関してもね相当小雪の適性が狭いとかじゃなかったら無理に狙う必要ないと思うしね、うん、乱丸も確かに強い強いいいは今しましたけど、うん、別に今手に入れとくキャラではない。うんうん、まあ、乱丸欲しい、正直欲しいけど、あ僕はあ欲しかった、はいはいはいね、乱丸引いたら手引こうと思ったぐらいなんで、うん、でも欲しい、でもね欲しい、うん、毎回これ言われるけど、言えば全部欲しい。言えば全部欲しいんだけど、そのがっつりガチャ引く人もいないじゃないですか、イベガチャで。だから、そう、だから、今回は別にスルーでも、いいガチャかなっていう。うん、で、まあ、最初ね、欲しかったら引こうか。そうね、確かに。氷の方言いましたけど、うん、小雪は作るべきです。作るべき。うん、これは作っといた方がいい、絶対に。2体、できるんだったら2体。2体。難易度にももちろんよりますけど、まだ来てないんでね。で、 できないならイザナミ回で使える方を作っておいた方がいいかなって思います。ワープブロック、はい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 、うん、まあアルカディで使ってみたいって人は進化でもいいけどね、うんうんうん、両方使えるってのがいいですよね。でも それ、うん、ほんとそうだよね。まあスライドできるしね、どっちでもね、うん、で氷は猫股は勝手にできちゃえば作ってもいいけど、作りに行くで作るのはいらないです、うん、多分なんかまあほんとメダル稼ぎで、うん、回れるみたいな感じだったからな、うん、いやマンボウも作っといた方がいいけど使わないっていう、なんかその、うん、山も僕今回作り、ま、作ろう、うん、山も僕は作ります、思いながら作った方がいいです。作るとしたら優勝の加算の時は多分やばいだけ、ちょっと山もあれしたい、うん、珍しいですね。でも曲作りく、うん、山もね、はい、ちょっと気持ちだけでも頑張る。氷とガチャはそんな感じかな、はいはい、というわけなんで、ね、まあ画面はこれボックス図鑑見ながらでしたけど、うん、まあ、こっち PC なのでね、うん、ゲームイズ あのサイトにもまとまってるんで、まあ、そっち見ながら、はい、あれしました。あんまりね点数に関しては特に今考慮して発言はしてないので、うん、まあ、そこはあれしてもらって、はい、そのリンクも貼っておきますので、はい、ぜひねこの際見ていただければと思います、はい、あ、であとごめんなさい、最後運極作るその時間の話なんですけど、うん、まあ、作っとくか作んないか、だから祭りとスプラティアと被るんですよ、うん、あてかなんで、あてかそれも言っとく今、うん、それも、でもね出てないんですよ、まだ捨てとか、あそうか、そうそう出てないんで、あの分かんないんですけど、正直そっち作る人なんか多いと思うんだよね。だから切り捨てるのは切り捨てた方がいいと思います今回のイベント。確かに時間的にも、うん、なんでまあその辺はね完全それ忘れた、ちゃんと考えてあれやった方がいいと思います。うん、以上です。まあ、イラストは、うん、まあ、あっちの方がいいしね。まあそうですね、そういう人が多いか、多いかもしれないからね、うん、なんかまあそこも時間ちょっとまたうまくやりだして、うん、はい、はい、なんでまあ、久々、お前ら久々イベクエ考察やったね。確かにめっちゃ久しぶり。続けてほしいって言ったらね、チャレンジ登録よろしくお願いします。いやでもね、やることになる、頑張るから、はい、頑張るからって、はい、あね、僕らもうかうか知らんないんでね、はい、またここで、はい、もうその方も力入れてねやっていこうと思いますので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、ツイッターもやってますし、ゲームズの、ね、はい、SNS もやってますんで、はい、ぜひそちらのフォローお願いします。今回もゲームズ RPG4 からお送りしました。ナビでした。失礼します。おっしゃいます。ありがとうございました。